はようゴンザレスパラレルです。さあ今日はエポックの OB クラブキャリアアチーブメント2020を開けたいと思います。さあですね、長嶋、王、原辰徳、桑田とね、巨人の選手がいっぱい入ってますけど、なんせ枚数が少ないみたいです。ちょっと厳しいです。はい、それで佐々木和弘選手とかも少ないですね。本当に目玉の選手が残念ながら枚数を書いていませんので、ほとんどこの辺、厳しいです。本当にちょっと渋ってきましたね、ポックさんもね。はい、残念ですね。定価は 16,500円の商品ですね。よいしょ。ボールカードも存在するみたいなんで、ラッキーであれば、まあね、出るんでしょうけど。はい、1340ですね。結構作ってますね。じゃあ、まず上の方からいきましょうか。フォーナーさんがね、サイン書いてるんで、ちょっと楽しみですね。何パターンか、いろんなユニフォーム違いとかもあるみたいですよ、フォーナーさんは。はい、まずレギュラーカードは木田勇さんですね。ちょっとわからない選手ですね。横浜のユニフォーム着てますが、そうですね、やっぱり日本ハムのイメージがありますね、この人は。はい、はい、金髪ですね。金パラレルですね。真由美さん、パラレルなのかな。あ、シリアル15枚限定ですね。はい、ではサインカードを見てみましょう。ファイターズだ。野口さんですね。できればヤクルトユニが良かったんですけども、はい、42枚限定ですね。はい、じゃあもう一つの方行きましょうか。野口さんはね、ヤクルトにもいたんでね、よく知ってますけど、めちゃめちゃ軽いです。これボールサインが入ってるとは思えないぐらい軽いですね。はい、出ました、原監督ですね。レギュラーですね。ジャイアンツで15年間ですね。1675安打ですね。ホームラン382本ですね。はい、では次はじゃん、お、川崎さんですね。これは嬉しいな。レギュラー引けて嬉しい。はい、ではサインいきますか。横みたいですね。誰だろうな。41、あ、上園さんだ。あ、阪神の上園さんが当たりましたね。結構ね、若い頃から活躍していたイメージがありますね。あ、4分の4って書いてあります。4シリですね。あ、少ないんですね。はい、わかりました。ということで今回サインはこんな感じの2枚が出ました。はい、どっちも阪神で活躍した選手でしょうかね。はい、
以上になります。ありがとうございました。また来週。また来週っておかしいか。